皆さんこんにちは、チョンサガのリーダー、テルシャンです。今回は8月に行ったプレゼント企画の、当選者発表をしたいと思います。イエイ。ご覧の通りね、5805名様からね、当選、抽選中応募がありました。5805名の方、ありがとうございます。それで、なんか入力ミスが結構あったんでね、それをちょっと今後も実は10月とかに用意してるんですよ、プレゼント企画。なんですけど、今後ミスがないようにしてほしいんでね、もったいないんでね、皆さん、せっかく入力してくれたのに、こういうミスで抽選からもらってしまうっていうのはもったいないので、そこだけで今これ、説明していきます。まずここのね、チャンネル下、あなたの YouTube アカウント名。ここにテルさんって入れてる人いるんですよ、結構。これですね。と、あと次。はい。フォローしたあなたの Twitter のアカウント名。ここはテルシャン、チションセンアカとか入れてる人が結構いて。これも無効になってるしまうんで、気をつけてください。はい。ここが一番重要なんですけど、ご連絡先メールアドレスをこちらに書いてください。半角 A 数字って書いてあるんですけど、ここに、はいとかね、わかりましたとかね、メールアドレス以外を入力してる方。こちらも残念ながらこれ抽選から漏れてしまうんでね、こちらも今後10月とかにもプレゼント企画を行っていくので、こちらだけ気をつけていただきたいなと思います。はい、ね、こちらのスプレッドシートにね、バーっと抽選していただいた方、これブワーっとこの5800名からなんか100人ぐらい引いた、入力ミスの100人ぐらいを引いたこの人たちを抽選するアプリがあるんで、そちらのソフトの方でね、ナンバーを割り振って抽選した結果を発表していきたいと思います。結構ね、なんか面白い書き込みしてくれてる人がいてね、今住んでる、現在住んでるところを入力するところに、母は北海道に住んでいますとか、3年前まで北海道に住んでいましたとかね、結構面白い書き込みがあってね、そういう人にもあげたいなと思ったんですけどね、今回はぐっとこらえて、しっかりとちゃんと抽選しようと思って、抽選しました。はい、それではね、ポンポンと発表していきます。チションさんのグッズ非売品5名様の当選者はこちらとなります。はい。熊本県ピノさん、東京都モノクロさん、兵庫県京くんさん、東京都アップルさん、スキッツさん、岡山県黒猫さん、こちらの5名が当選者となります。おめでとうございます。全員男性の方です。それでは次いきますね。はい、それでは次はレーザークッション非売品とチションさんのグッズ非売品の当選者3名様の方を発表していきます。ほい。滋賀県浩平くんラブ、大学生の方ですね。こちらは男性の方となっております。浩平くんにはね、僕から夜道に気をつけなさいと言っておきます。で、次は北海道小樽市民高校生の方ですね。はい。次は千葉県陽介さん、会社員の方です。こちら女性の方となっております。こちらの3名がね、当選者となります。おめでとうございます。はい、それでは次行きます。はい、それでは最後、レーザーハンマーヘッドプロ V2 と、レーザークッションと、シオンサーガーグッズ非売品のね、当選者2名様のことを発表していきたいと思います。はい。神奈川県愛希さん、大学生の方です。で、大阪府バナムライさん、高校生の方、こちら2名がね、ハンマーヘッドプロとクッションと、グッズ、シオンサーガーグッズの当選者となります。おめでとうございます。イェイ。で、こちらの当選者の、全部の当選者10名様の方にはね、9月の8、ちょっと書いていこう。はい、当選者の皆様へね、ご注意があります。9月8日金曜日にすでにメールを送っています。ttnosen@gmail.com からね、メールが送られているので、そちらを探してみてください。で、9月22日まで、2週間後ですね、に返信がない場合は無効となりますので、こちらもご注意ください。で、それで、10月とかにね、また、プレゼント企画をしようと思っているんですけど、こちら、チチョンセンアカウント、ツイッターアカウントがございましてですね、で、こちらのアカウントとかでも、今後、プレゼント企画の告知とかをしていくんでね、よかったら、フォローしてください。テルシャンのアカウントもね、引き続きフォローしてくれるとありがたいです。まあ、今後もまた、プレゼント企画するんでね、その時の手間が省けるよっていうのと、まあ、お得な情報とかもね、流していけたらいいなと思ってるんで、よかったらね、こちらの2つ。まあ、あと、視聴者のメンバーののもね、よかったらフォローしてください。はーい。まあ、こんな感じですね。はい。あとは、特にないかな。今回これ、メールの返信がない場合でもね、再抽選は行いませんので、また10月とかに企画しているプレゼント企画の方に回そうかなと思っています。はい、そんな感じですね。で、今回の動画ね、またケツの方に CG の動画とかくっつけてくるんで、よかったらそちらもご覧ください。今回 CG じゃなくてなんか別の動画つけるか。なんか、いつもと違う別の動画つけておきます。よかったら見てください。はい。チャンネル登録と高評価お願いします。それでは、バイバーイ。じゃないか。スペースで、左クリックと右クリックだと思うけど、あと。
なんか下にさ、顔面サッカーって書いてあってさ、動きダッシュって書いてある。これ何がキーボード入ってるか分かるでしょ。あ、動いた。全員 OK 押したら始まったね。ほんとだ。顔面サッカー。顔面サッカー。何じゃん。どういうこと、どういうこと、どういうこと、どういうことだ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 、あ、ゴールないじゃん。あ、これ、あれだよ。このボールに多分触れてたら自分の色になって、自分の色になってる場、時にポイントが入ってる。ああ、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 ボールの関与で言ったらもうそれやばいよ。そこを離れる。日本代表にまだ馴染んでなかった香川並みに触ってわかりづらいんだよ例えがよあ、やばい負けちゃう。お前今強く800ポイントぐらい稼いでたでしょ。さすがっすね。いや一人だけ桁違うな。おい！ A 長押しで準備。A 長押しで準備だって。A 長押し？A ボタン長押ししてんだけどな俺。なんかしてんだけど。ああ、じゃあ進んだわ。自分スペースの。戦おう。え、ちょっと待って、なんだこれ。はい、ルールが分かんねえ。ルールが分かんねえ。え、どういうこと、どういうこと。あ、なんか、あ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 、この、この、これをこれだ。あ、どういうこと、この、このボールどうするんだこれ。えっ、ちゃっ。オーケー、オーケー。じゃあ、取ったらいいよ、取ったらいいよ。あっ、あおい、おい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 、俺強ない？さっきからあ、うまお前。クリックやや、めっちゃ強いだけど。あ、動きちゃんとてふうさんが並んだ。あ、ほんまや。楽しい。俺強。あれ長押しで準備完了してるよ俺。俺もしてるけど。ちゃん押した？あ、押した。オーケーって出てるから。あ、あ、全員出た。出た。あ、じゃあ、いや、今動くちゃんだけどわ。あ、なるほどね。長押しもう一回やったら解除される。おっしゃ、俺だけ強い。身を守ろう。攻撃だよ。あ、ジャンプできない今回。どういうこと？あ、自分のやつ取れんじゃない？え？いや、取れないよ。ねえ、え？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 なんか、あ、取れた。あ、取れた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 。あ、なるほどな、こうやって運ぶんだ。どうやって取るかわからん。なんか俺ポイント下がっちゃった。違う、これじゃない。ボム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 研究の子に入れたらどうなんの。あ、終わりだ、終わりだ。あ、ちょ、爆発した、爆発した。初見つらいわ。ボット強いな。え、何ボタンでさ、撮ってたのあれ。俺らは R2 だけど、動いちゃう。そもそも俺はキーボードじゃん。俺 B ボタンだね。B とかあったわね。あ、これマリオパーティーでもあったぞ、こんなん。あ、これ妨害ないんだ。あ、いて。どんくさ。え、よっしゃー。
なるほどな、あの行かせないようにし妨害できるのか。イエーイ。死ね、早く死ね、早く死ね。ここで稼いでいく俺は。めっちゃポイント取るじゃん。めっちゃポイント取るやん。みんなコントローラーやりやすそう。全部いく？全部いく？イエーイ。これちょっとボーナスステージ好きな。あ、1000ポイント入った。やった。どっちかの敗北がもうそろそろ。ベルベルベルってる。あ、入った。楽しい。かわいいな、これ。コントローラーがいいな。コントローラー PS4 できないの？どうにか。あの、起動する前に刺しといたら、起動してからじゃなくて。あー。多分。この後一回やります。うん。やばいやばい、待て待て待て、連打だ連打だ連打連打連打、あーちょ待って待って、あーやばい、めっちゃきついこれ。ちょ、もうボタンの連打するのとか久々なんだが。プロゲーマーだった。ちょっと待って、アバターの顔がしんどそうだ。しんどい、これしんどいよ。しんどい。しんどい、これやばい、指つりそう、指つりそう、やばい、ちょっと待って。ちなみにこれ5000点いったら勝者にしました、設定。早くしてよ。オッケー。だって。可愛いな、なんかあのベロベロベロっとしてるの可愛い。戦おう。じゃあ行くぞ。あ、別のパターンだな。オッケー、分かった。行っちゃう。あ、これなら。行った。あいつゲーム内だったらめっちゃ攻撃的やな。このゲーム硬直があるんだな、これ。お前がずっとやってたことだよ、これ。硬直で動けないんだよ、これ。よっしゃー、動くちゃんだけもう絶対無理だしね。うわ、次は何これ、生き残ろう。あー、これ床の色変わっていくから、これあれだ。何してる、何、なんで僕のとこだけ床抜けたの。なるほどな。あー、長いしててもダメだな。これほら、こうやって妨害できる、あ、これボンバーマンで死んだとも妨害できるのか。あ、落ちたわ。遅か、あ、え、むずっ。このさ、終わった後普通にさ、なんか特にこの勝利のなんか BGM とかなく普通にタータラタっていうからさ、全然わかんないんだけど。あれ、死んだ人ボールが落とせるんでしょ、要は。そうチキンを捕まえよう。なるほど。どうやって捕まえたこれ。あ、こうだ。なこれ。絶対やると思ったよ。あ、やばい、逃がしちゃった。痛い。よし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 。やべえ、ちょっと待って、これ、ボットがやべえ、ボットやべえ、ボットのとこやべえ。やべえ。ちょ、元気、俺のとこからパクんな、この野郎。あ、ちょ、バカ。え、これ、今の
面白い、めっちゃめっちゃ面白い今のやつ。ゲームのセンスのさがターゲット当てよう。ターゲット当てる。ターゲット当てる？動かない動かないの？動かないめっちゃ遅いね。何やるか分からんから。え、なんかとりあえず床の床自分の色に変えるだけでポイント入ってる。本当だ。ずるいずるい。ずるくないずるくないずるくない。こっちかな。あー、最終的に最終的にあのどのぐらいの数かこれ。うん、多分いけた。じゃあ減ったりするの？だね。あ、いや多分減った。よっしゃ勝った俺。うわー負けた。あ、でもちょっとの差だね。完全にカンダムスタイルやってるわ。なるほどな。